新型コロナウイルスの変異型の感染拡大を受けてイギリスでは虚偽の申告で入国した場合最大10年の禁錮刑となりますイギリスでは15日から変異型の感染拡大が深刻な33の国からの入国者への水際対策を強化します指定のホテルで10日間の隔離を義務付けるほかこれらの国での滞在歴を隠すなどした場合 最大で10年の禁固刑が課されます。ホテルの宿泊料金は自己負担となります。シャップス運輸省はワクチンの接種が進む現段階で危険を冒すことはできないと理解を求めました。